ひいてはですね、はい、和枝ですよ。和枝ですか。和枝がもう頭角を表してきたじゃないですか、はい、龍神君のみならず龍神君を生んだ、うん、その、DNA まで姿を表してるっていうこの状況も面白いですし、ぜひ、ね、ともね、僕あの和枝さんと本当にレジをやりたいなと思ってるんですよね、はいはいはい、もう僕も伺っております。はい、なんかそんなもん、はい、まあ、今年できたらいいなと思ってね、はい、そうですね、やっぱりね、龍神君がソータのビデオを見てそんな風にちょっと耳が痛いって感じたっていうことは、はい、本当そう、はい、そんなね、それを意味を表してると思います。そうですね、本当にね、はい、ソータ君も菅原一族ですから、うん、ね、はい、だから三田村龍神一族としてまた僕もお付き合いできたらなと思っとるわけなんですよね、はい、それが面白いと思いますよ。そうですね、作ってるものがどうのっていうのはね、うん、そのちっちゃい話ですよ。その人がどう、そういうものに対して、うん、佇みを見せてるかっていうようなね、うん、ことの方が、うん、今は、うん、作品、ちっちゃな作品、いいものもあるし、うん、悪いものもあるじゃないですか、うん、それにいちいちなんだかんだいう論しててもしょうがないです、うん、やっぱ三田村龍神そのものについての、うん、佇まいについての論をね、できたらなと思います、ね、そういえばちょっと前の話になるんですけど、はい、勝木さんが10月だったかな、うん、渋谷のアップリンクリンクファクトリーで、はい、小田島仁さんとかと、あとちょっと他の2人の名前忘れちゃったんですけど、4人くらいでトークしてた時に、うん、あれは何だったっけな、スタジオボイスの雑誌の企画、はい、出原君と、あ、出原幸乃さんと、あ、そうだそうだ、早乙女さんと4人で、うん、トークしてた時に、はい、してましたね、質問してくれるんですね、一番最後に、なんか賞を出すとかいうので、なんかロゴかなんかの、ショーですか、それの審査員コメントみたいなのをした時に、そう、一個々の作品の良し悪しというよりは、その人の世界観が出てるかどうかっていう、そうなんですよ、物理をやってるかっていうようなことを言ったんですね、いう観点で、はい、見てコメントしてたじゃないですか。そうですね、あれは僕すごいハッとさせられたんですよね、うん、いや本当そうだと思います、はい、もうね、一個一個やってもそれは、はい、俺はこれが好きやなで終わるの、うんうん、俺これ好きやなで終わるから、うん、もうそっからどうでもええやん、うん、それはあんたの趣味でしょっていう話やからね、うん、そんなことやり取りしてても、それは権力の鶴の一声ですよ、うん、権力のあるやつがこれがええって言うたら、いい世界なんて つまらないじゃないですか、うん、 そうですね、そんなものは、はい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 、だから楽しめないじゃないですか、うん、そんな、それはあんたの価値でしょっていうことですからね、そうですね、でもね、僕はね、うん、本当ああいう場は、うん、ああいう審査みたいなことっていうのがおこがましいし、うんうん、そうですね、はい、僕よりもその出してくれたの方がはるかに世界観を持ってるから、うん、俺が何か言うのおかしいのよ、うん、だから同列でいいんですよ、ものづくりに対しては先輩後輩もないじゃないですか、うん、だから本当はね、あの場はきっかけです、うん、あ、そうですね、きっかけで俺たちは魚の餌として前に出た、うん、ほんで4人が喋ってるんですよ、うん、そんな本当はどうでもよくて、喋りの内容は、うん、あれをきっかけにものづくりのやつらは、うん、入り込んでいった方がいいんですよ、あそこに、じーっと本当は聞いてるんじゃなくて、それが僕は一億総評論家と言ってるところですね、あれを利用して自分のものを例えば提出して、これどう思いますかと喧嘩吹っかけるぐらい、まあ、そんな下世話のことはみんなできないでしょうけれども、聞いて終わりとかじゃないんですよ、何も言ってないんだもんそうですね、うん、はい、やり取りがないですよね、何にもないんだもん、それはね、はい、利用しないとダメなんですよ、あれは利用してなんぼなんですよ、だからツール、あれは、だからそれをね、瞬時に分かんないと、これは確かに使わないとって思わないと、何聞いてんのってことなんですよ、使ってなんぼなんですよ、だからメーラーみたいなもんです、ツイッターみたいなもんですよ機能だから、はい、自分がどう面白く使うかっていうだけですから、このハサミ面白いって言うてるのと一緒ですよ、どう使うかでしょっていうことですよね、それは、いい
いやもう本当にね、偉そうなことを2009年から言わせていただきました、はい、もう本当に恥じ入りますよ本当にもう、はい、勝木さんは、うん、年末だったかな、確か年末だったと思うんですけど、ね、その自分の作品にある共通性があることに気がついたっていう話をしてたじゃないですか、ああ横浜のブリリアンショートシアターで、ああ言ってましたね、はい、作品を見返した時に、はいはい、ストーリーっていうのをなるべく排除しようとしてたっていうことを言ってたじゃないですか、はいはいはい、ストーリーの方は、うん、こうやらないんですか、やりますよ、やりますよ、デジオはストーリーです、はい、ああそうですね、うん、はい、デジオはストーリーだし、うん、漫画もストーリーですよ、そうですね、ええ、うん、これは僕はやってるんですよ、うん、ええ、あそうですね、やってますね、同時にそっちはそっちで、うん、ただ映像でストーリーっていうのはやってないんで、うん、でもこんなにやってないんだなと思ったんですよ、あ、僕普段ストーリー人間なんですよ、どっちかって言ったら、うん、理屈っぽいことは言うし、うん、漫画家出身だしなんて言っても、うん、そうですね、そしてアホほど毎日韓国ドラマをこんだけストーリーのスープに使った人間がですね、はい、映像にこと映像に関してはこんなに物語を愛してたか、うん、もっと言うと、うん、こんなに物語というものに裏側から近寄ってたのかと僕はね思ってね、ああなんか一人の人間のやることってやっぱりね、うん、ある意味、遠い線もあるし限界もあるし、同じことしてきてんだよなと思ってね、相当ボケ老人がやってるような感じをねしてね、ちょっと面白かったんですよ、それに気づいたんですよね、でそんな話もさせていただいたんですけどね、僕ね結構いろんなことされてますねなんて言われるからその気になってたんですけどね、そうなんですよ、僕、いろんなことやってましたねみたいなね、してねえじゃんって、見た時にちょっと思ったわけなんですね、次第でございますよ、まあそんなね自分の話はいいです、うん、FM 粒子堂でございますから、粒子をもう細かく解剖していく、解剖、解剖ですかね、僕いつも思うのは粒子くんの一人喋る時、うん、すいませんちょっと焼き芋を食べながらなんですけど、はいはい、FM 粒子の三田村粒子、アンパン食べますか、アンパン食べましょうか、アンパン食べますか、ちょっと出しましょうか、 FM 粒子の三田村粒子です、はい、言う時にちょっとカッコつけてるじゃないですか、一番最初ですね、あれはなんでですか、あれはそこ何回も聞いてまうんですあれはあそこばっかりを聞きたくなるんですよね、あれは結構単純な理由なんですけど、うん、自分が、これすっごいなのか、すごいアンパンですね、そうですか、なんかこんなパッケージされてんの、アンパンって、そうそうそう、パン屋さんのパンなんですけど、はい、最初の一言は結構単純な理由で、はい、ラジオ撮るときに一番最初に出す声じゃないですか、そうですね、だからちょっと自分の中のサウンドチェック的な感じがあるんですよ、マイクテスト、マイクテスト、そうですそうです、うん、それでだんだんと素の声になっていくんですけど、ちょっと、声色確かめみたいな喋り方ですね、最初の一言って、